はい、では皆さん今日もこんにちは、りゃいただきます。はい、ということで今日はリアルなポーチの中身紹介をしていきたいと思います。ということでですね、私の使っている普段のポーチ、ね、真っ白に見えると思うんですけど、実はこれビートルズのやつなんですね。じゃあちょっと見ていきます。女子はね、お直し大事ということで、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー、多分一番明るい色を入れてます。でちょっと最近中身変えたばっかなんで、ほらまだ全然使ってないぐらい。これはお直し用に買ってリピして3個目ぐらいです。中身のリフィルだけ変えて、まあそれぐらいお直しには持ってこい。普段は家だったら、まあ確かにお高いねデパコスのものも使ってるけど、やっぱりお直し用とかだったらね、安いのでいいかな、なんなら割れてもいいかなぐらいのものを皆さん使っていると思います。妥協したくない部分、リップですね。私なんとリップ2個持ってます。ルージュアリュールインク224アーモニー、こんな色味ですね。くすみピンクみたいな、すごいちょっとオシャンティーなね、なんかちょっと自然っぽくて色っぽい女になれるよみたいな色なんですね。真っ赤はつけたくないけど、ちょっとおしゃれにいきたいみたいな日につけてます。まあ女子っぽい色ってことですね。まあ、女子になりたい方はぜひこの色ってことですね。塗りやすくて、まあ、乾いたらちょっとマットめな感じです。まあマットだとね、食べた時にね、つかんけいいですね。2本目、こちらもシャネルです。こちらはですね、ルージュ5個の470番ですね。これめっちゃ使っとる、多分1年ぐらい使ってなくならんのよね。こんな色ですね。あ、結構画像で見ると真っ赤なぐらいかな。これめっちゃいい。今もそれつけてるんですけど、なんかやっぱり真っ赤なリップってなんかザ女みたいな気しません？なんかイケてる女がつけてそうみたいなっていう願望でつけてます。これめっちゃおすすめです。まあ1年経ってもこんなになくなってないんですよね。まだ全部出してあとこれだけ残ってるんで、なんならあと1年いけるかなぐらい残ってるんですよね。めっちゃ色つき良くて、ちょっとでいいっていう感じなんで、シャネルのリップはおすすめです。今日持ってきてないんですけど、ディオールのマキシマイザーもいいです。なんか下地的な感じで、なぜか、私なぜかなんですけど、鏡が2個入ってるんですね。1個目はまあ大好きなシャネルですね。シャネル、これまあ2つ鏡なんですよね。2個で1個がなんかめっちゃアップになって、目とかめっちゃ見やすいみたいなやつですね。で下は普通に全体見れるみたいなやつですね。これめっちゃ使いやすいです。コンパクトだし、シャネル持っとったらいい女みたいな気持ちします。私的にはシャネル大好きです。次は京都の幼児や油取り紙で有名な、これ京都に旅行行った時に買いました。なんかちっちゃくていいなと思って、パパッと見れるみたいな感じの時にこちら使ってます。私めっちゃドライアイなんで、ロートリセコンタクトのやつですね。これ私ドライアイひどすぎて、まあ、今日はカラコンなんですけど、やっぱ漏れたいからカラコンなんですけど、普段はカラコンじゃなくて普通のあの医療用のやつつけてるんですけど、まあこういうカラコンの日とかものすごいやっぱ乾燥するんで必須です。昔はなんか1000何本とか1500円とかするようないいやつ使ってたんですけど、正直違いが分からんということで安いやつに変えました。最後シナモンベシッてやるやつ、やっぱ可愛かったらちょっとテンション上がるかなみたいな感じで、大体こんなもんかなっていうふうに思います。ということで、まあそんな感じで私のリップ紹介やらポーチの中身紹介やらやってきました。それでは今日はここでお別れしましょう。それでは皆さん、バイバイ。ごちそうさまです。